さあ、始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、今回は。ひらずや、どうも皆さん、こんにちは。早稲田語学塾代表のひらです。じゃあ、今回はですね、ひらさんのおすすめ英語参考書、関先生以外ということで。イエーイ。まあ、だから、関先生の参考書は、武田塾のルートでもたくさん採用されてますけども、それ以外の参考書で一体おすすめのものですね。そうですね。アンチ関先生ってことでいいですか？違うんだよ。違うんだよ。関先生の本は素晴らしいんだよ。はい、だけどもうちょっといろんな先生いるよっていうところを知ってほしいの。なるほどね。じゃあそういうおすすめの参考書を見ていきましょう。まず第一作目。一作目って一冊目ね。もう俺にとっては作品みたいなもんやから著者へのリスペクトを込めてこちらになります。森谷先生、時先生で作ってらっしゃる英語内容一致問題講義の実況中継。はいはい、ありますね。うん。これね、まあ、どんな方に使ってほしいかっていうと、僕的には、高校2年生の2学期とか、それぐらいに使えると、あるいは夏休みとかに使えると一番いいかなと思ってて、本来、早慶目指すぐらいであれば、本当のところで言うと、あんまり高3まで持ち越したくないな、みたいなレベル感ではあるっていうのが、まあ、僕の感想ではあります。で、おそらく皆さんの中では、英語講師としての知名度で言うと、どうしても関先生とか肘先生とかが一番上の有名人とかで、あとはカリスマティックな人たち、西先生だったり、今井先生だったり、安子先生だったり、竹岡先生いらっしゃったりってとこだと思うんですよ。なんですけれども、こちらの作者である時先生と森谷先生、僕がこの業界で一番尊敬する先生の一人ですね。何2人いるから1人ですね、おかしい。いや、だ俺もそれ迷ったね。どっちが正しいんだろうと思って。2人ですね。はい、で、2人とさ、1人を言おうと思ったらさ、2人ですねって言おうと言いそうになっちゃったから、1人になっちゃった。はいはい、もうさ、面白いこと言うな。はい、この本はどういう本かというと、とても工夫がされてます。うん、特に、高2のうちに英検2級とか取りたいよって話を我々以前したんですよね。で、そういった方々のスタートにすごくいいんですよね。英検といえば、基本的には空所に入れるのと内容一致問題というところが、まあ、読解。あと、まあ、語彙入れる問題もあるんですけど、内容一致に強くなってほしいわけですよ。というか、まあ、英語長文のリーディングっていうのは、あらゆるものが内容一致に始まり、内容一致に終わるみたいなところもあるんで、で、これは内容一致に強くなるための本です。で、レベル感もある程度抑えめなところから、ある程度高めなところまで入れてあるんですけれども、うまいんですよ。難しくなりすぎないようにね、うまくね、作ってあります。なるほど。うん。レベル感がとてもいいです。高校2年生のうちに2級取りたいなっていう人とか。英検ね。うん。あとは、まあ、いい滑り出しを高3になってからしたいなというふうに考えてる人とかにはすごく良くて、で、僕、時先生と森谷先生が大好きなのは、この人たちは、人に点を取らせるのがものすごくうまい。内容一致問題って、こういうふうに騙したり引っ掛けたりしてくるよっていうところが、上手にうまく解説されてるし、で、内容一致問題やりつつ自由英作文の品質テーマや書き方のスタイルも身につくように作られてるんでコスパタイパがすごくいい本なんですよね。この一冊やるだけで内容一致の引っ掛け方みたいなのが学べてで引っかからないようになります。10代もあったらでかつそれに伴ってテーマ力もつくように解説がしてあるしかつ自由英作文の型も身につくように作ってあるん でそのどれもが最も出るトピックや最も出そうな英作文のお題みたいなところから引っ張られてるんでむちゃくちゃ本当にさっきも言ったようにコスパタイパがいい本だなというふうに考えております。こちらぜひ頑張ってみていただきたいと。カッコの付け方が僕と同じですね。名詞が四角、うん、形容詞が丸、まあ、ていうかね俺ねそれで統一してほしい本当に、はい、関先生が違うんですよね、はい、で次に2冊目英語の勉強初学者の方も含めなんですけどもまあハイレベルになっていく方にもおすすめではあるんですが河合塾から出ているこちらですねトピック力養成講座あこれはねイケてる。森田先生とかもユーテラとかでさやってくれてるじゃないですかこうトピックのね解説講座とかあの森田先生がやってる内容全部これに入ってる。だからもうこれ読んでたらもうユーテラ見る価値なし。おいそんなことないですけどだから背景知識は身につく。そう背景知識身につく。でねこの本でね俺がねすごくいいなって思ったのが各章にポイントって言われる箇所があるんですね。各文章のすぐ近くに。で、ここにね、面白いのがいろいろ載ってて、例えば、皆さん、リテラシーって言葉、そういう言葉を、皆さんは文字の読み書きの能力とかね、そんな感じで捉えてると思うんですけれども、それだけじゃなくって、コンピューターや情報などを使いこなす能力などについても使われるって、コンピューターリテラシーとかね、インフォメーションリテラシーというふうに、情報の真偽を確かめる能力みたいなね、そういった感じでも長文の切り口で出てくるよ、みたいな感じで、皆さんが英語長文読んでてこうよくわからなくなることに
語句の意味がわからないっていうことももちろんあるんですけれども、その意味がわからないっていうのは訳せても何それみたいなものもあったりするわけですよ。そういうものが結構この本にはとてもねかいつまんで解説がされているので、長文とかね、特に難関大とかだとエコノミストだったりとかタイムみたいな向こうの知識層が見るような新聞からね抜かれたりとか雑誌から抜かれたりとかするんだけれども、そういったところでよく出る用語とかが乗っかってるから、こう英語長文の問題集やりながら、あ、この言葉ってそういえばああいう意味だったなって、こう訳じゃなくって意味がわかるように作られてるなっていうのが僕が感じたところで、で多分このね、まあ、2冊読んどければ楽しみながら読めるんで、これで読んどくとどんな長文に当たったとしても、あれのことかな、これのことかな、皆さんはよく現代文ではテーマ本とかやってると思いますね。 Z 回キーワードとか言葉は力だとか、あれの英語版だと思ってくださっていいんじゃないかなと思います、うん、だから単語をまず最初は訳すんだけど、一文中ですねのがあって、それがウォームアップであってインプットとして長文があって、で何かしらの説明するみたいなのがあって、でレビューがあって、今度は日本語訳がありますね。音声を聞き3回音読しようとか、音読あって、あ、ディクテーションも入ってるし和文訳も入ってる。へえ、今まであんま見たことない形、結構珍しいんですよね。まあでもね、ほんと気楽にトピックを見てポイント解説見てるだけでもすごく力つくと思うので、あんまりこの本の使い方で書かれてる通りに使わなくてもいいとは思います。結構重くなっちゃうから、正常もあるしね、新しいタイプ、まあ見てみてください。多分好き嫌いはめっちゃ分かれると思う。これは関先生が出してる本で言うとこれにちょっと近いかもしれないですね。ファイナルジジ英語ね、ただ悪いんだけど俺はねこっちに軍配あげます、っていう感じかな、はい、なるほど。あ、ちなみに言っとくけど俺関先生のこと好きやからね、あのそこだけは言わしてね、めちゃめちゃ尊敬してますからね、そこだけはちょっと強調しときますよ。カットで、はい、あ、おいバカ野郎、はい、続きまして精読の本です。精読に関しては僕は、まあ、一番何を求めるかっていうと、まあ、生徒たちもね育ってくると何で悩むかっていうとね、文構造が取れないとかじゃないんですよ。もう僕はいつも言うんだけど、解釈っていうのは文構造が分かります。この文構造分かるっていうのは S がどうで V がどうでとか、あの骨格が見えて中身の重要文法がちゃんと分かって、で語彙が分かってて、これ全部含めて文構造が取れるって意味だと思ってください。そして訳せる、そして意味も分かります。大体の文章は訳せたらそのまま意味も分かったりもするんだけど、内容の抽象度が高まってくるとどうしてもね訳せるけど意味が分からんみたいなものが出てきがちなんですよ、はい、日本語と英語の言葉のね使い方の違いとかから来ます。訳出の際は日本語っていうのは動詞中心の訳し方をするけど、英語は名詞中心の言語だったりするので感覚がちょっと違ったりとかするんですよね。変なとこに受動体が使われたりもするし、だから無生物主語とかね、まあいろんな理由はあるんですけど、だから僕は訳と意味の間に隔たりがあるときにここをつなぐ能力を高めてほしいと思ってるんだけど、だけど受験生たちとか受験生を指導する指導者の方々ってありがちなのが、まあ、とにかく文構造が難しいものへ、文構造が難しいものへっていくから、皆さんね透視図とか言っちゃったりするんですよ、はい、だけど俺はそっちじゃないと思ってんの、生徒たちの質問見てても、あのね本当に訳と意味の間をつなぐ言葉の処理の力を上げなきゃいけないと思ってて、でそのためには、まあ、昨今だと関先生がそれを意識してねポラリス解釈2とか作ってるんです。だから意訳と和訳乗っけてるんだけど、でももうちょっと頑張ってほしいなとは思った。そこでなんですけど、これさっきの本で出てきた時先生がこんな本出してます、ブラッシュアップっていうシリーズなんですけど、あ、ブラッシュアップね、これはねあの言葉の処理の仕方にすごく注目を当ててる本で、コンセプトが面白くて、時先生っていうのは東海の河合塾ではもう本当にナンバーワンクラスの先生なんだけど、早慶とかすごい得意で、その先生が自分の授業の中で重宝してるプリントがあるんだって。そこから抽出して受験生たち彼らにとってのキラーフレーズになりそうなものを集めてね、で言葉の処理の力をね高めてるんですよ。これをやると結構いいかなと思います。構文のね難しさとかはある程度抑えめなところもあるんですけど、こっちを選んでみるのもありかなと思ってる、一文が基本ってことは、そうそうそう、言葉の処理がね意識されて解説がなされてるなと、スタンダードは一文ですね。でブルーの方はある程度難しいものも多いですね。そうですね、まあ、解釈の参考書ですね。続きまして英語長文いきます、はい、解釈やって英語長文なんだけど、ポラリスシリーズとかもいいんですけれども、自分の志望が早慶までじゃないんだけどもマーチカンカン同率ぐらいまでですって言った人たちに、うん、2学期とか年末年始とかの仕上げとかで問題集1個ぐらいやりたいなって時に過去問にプラスして足してもいいんじゃないのっていうやつなんですけども、
こちら竹岡先生のスプレマシーになります、はいはい、これもコンセプトが面白いんですよ。実際に竹岡先生が生徒たちでデータを取って、はい、これぐらいの正答率だっただからこれ使おうみたいに英語長文の問題集作る段階で生徒でデータを取って何使うかを決めてる問題集ってほぼないんですよ。生徒の現場状況を見て問題を選んだ一冊であるということで、あとやっぱり解説に関してもよくできてる。ポラリスのレベル2とね、これが多分同じぐらいになると思うんだけど、ポラリス2よりは詳しく分かりやすく書かれてるかなと思いますね。ただルールズと比べるとあっちの方が詳しいかなぐらいな。ポラリス以上ルールズ以下ぐらいの丁寧さな解説かな。あとやっぱり特筆すべきはマーチカンカン同率目指すような方って難易度は大学によってある程度いろいろあるんだけど、問題のスタイルってある程度決まってくるんですよ。そのすべてのスタイルをこれ以上なく訓練ができるんで、数の訓練ができるっていうのもすごくいいです。スプレマシーですね。続きまして英作文分野いきます。皆さん基本例文暗記とかやるでしょ。基本例文暗記なんですけど、もう僕これ一択と言ってきます。こちらもう昔からあるシリーズですけども、河合塾から出てる英作文のストラテジーありますね、うん、生徒にはねドラゴンイングリッシュに行きたい人とこっちに行く人でうちの塾とかで分かれるんだけども、こっちがおすすめかなと思います。なんでドラゴンイングリッシュの方じゃないかっていうと、あちらさんねちょっと丁寧すぎるんですよね、基本英文暗記をするには重いんですよ。一個一個やるのが軽めに、基本例文としての難易度も割とこう抑えめで、パン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 150個例文があるんですけど覚えていけます。であと英作文やる上でよく引っかかっちゃいそうなポイントもまとまってるんですよ。だからそこをね何回も復習することによってで、これはダメなんだなっていう、まあ、違いあるあるみたいなことを自分の中で予防ができるかな。ああ、河合塾の英作文の授業のマニュアルにちょっと似てる。なるほどね、うん、あとやっぱ福崎先生が監修に入ってるっていうのもあるんで、丁寧に解説が作られてるなっていう印象もあるかな。そうですね、ストラテジーという、ね、うん、基本英文暗記をやりたい方には一番おすすめな一冊になります。続きまして自由英作文、これめっちゃ推したいです。うちの塾のスタメンにも入ってきてます、ね、以前ね森鉄ジャパンを作ったことがあったんですけど、はいはいはい、あの時に出てきた、松信先生の英作文、うん、それから今日も出てきたけど森谷先生が最近出された英作文で、僕はね森谷先生が大好きなんですよ、うん、月光、そう月光森谷先生、どんなね徳をね人生で積んだら雨宮空に英語を教えてあげる人生を歩めるのか。誰やっぱラドックスとか知らない、かわいいんだこれが、誰かわいいんだ。でやっぱり、ね、森谷先生めちゃめちゃ丁寧で分かりやすいんですよね。でこの自由英作文のこのライティングなんですけど、森鉄くんにも見ていただきたいんですけど、はい、ステップアップ方式で無理なくね100語150語200語レベルの英作文が書けるように作ってあって、うん、森谷先生文法の理解から入ったりするんですよ、うん、英作文書く上での文法の理解みたいなところから入って、で正常英作文なんかも入れて、でもそれは自由英作文に持っていくための布石でみたいなところで、すごくハードルが低いところから自由英作文の勉強をやっていけるんですよね。あ、漫画もある、うん、すごくいいですこれ。でしかも昨今の英語って総合問題の中とかでも英作文が出てきたりとかしてて、図表を見てさ書く英作文だったりとか、いろんなタイプの英作文が盛り込まれてるから、だからね守備範囲の広い一冊だなという印象です。この松信先生のこれもすごくいいです。薄めに作ってあって、でよくてアイディアでサポートする自由英作文読本で書いてあるように、森谷先生のこの本もそうだしこの本もそうなんですけど、自由英作文やる上で最も苦労するのってひねり出しなんですよね、うん、アイディアのどういう風に考えてアイディアをひねり出して、でねこう何のない論筋を作っていくかみたいなところに焦点が当たっている一冊になってるんで、こちらもこちらもね、うん、だからその意味で僕は自由英作文をどうしても最初から数で押そうとする人がいるんだけど、違うと、まず最初はコツから入れってことなのね。コツで入って数で押すってのが勝ち方なんで、そのコツを学ぶにはこれすごくいいから、松信先生、森谷先生、書店で見ていただいて、時間がない方には薄いから松信先生の方がおすすめかなと思うんですけど、時間がある方であればこっちの方が守備範囲は広そうなのでおすすめかなと思います。自分の受験する大学の方に合わせてここまでいるか、それともこれで十分かみたいな考え方をされるといいかなと思いますね。二人とも僕が業界で尊敬している素晴らしい先輩です。やっと調べられた森谷の声、うん、それなら見ただろ。そう、ずっと探してた。集中してくれよ。なんて笑うんだっけな。テレシシシシじゃねえし。それはサウロね。はい、あと残り2分野になります。英語の勉強っていうのは楽しまなきゃダメ。机に向かってじゃないんですよ。優雅にチーなんか飲みながらやってほしいんですけど、チーを飲んでやってほしいんですけど、こちらになります。最近出た本ですね、これもね。英字新聞を使って昨今のトピック、
皆さんに読んでもらう本なんですけれども、この本の面白いのは、入試で出る英語長文ってネイティブの知識層が読むようなものから持ってこられたりするんですけれども、ただ雰囲気が違ったりするんですよね。英語長文の問題集でやってるものと内容によってはね。これで読み慣れておくと免疫ができるかなってとこ。しかも短い単位で読めるから、見開きで1個完結するようになってるんで、もう文章も100個もないから65とか書いてるからね、読みやすいです。で、かつ重要単語とかも出てきて、この重要単語もさっきね、河合塾の本でもやったんですけど、こういう言葉って出てきたりするんだよみたいな、え、知らんかったみたいなものがこういうとこに出てきたりとか、あと読解のポイントなんかも解説されてて、なるほどな、なんか精読力も上がるように作ってあるんで、実際に入試で使われるようなものを楽しみながら読みつつ、こんな言葉が出てきたりするんだ、こんな風に意味取りしていけばいいんだみたいな、楽しみながらトータルな勉強がしていける、これもコスパタイパのいい一冊かなと思います。なるほど、確かにかなり短い。そう、やりやすいと思う、うん、僕も今新幹線の中とかバスの移動時間とかでちょっと読んだりするからね、うんうん、あと5分とか10分とかで1個見れたりもしますよ、うん、いや全然100ないですね、70とかで長めだ、うん、そう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 。で、内容もすごく面白い、マジに。で、次最後になります、うん、英検を勉強される方、英検で何で困るかって、困るポイントでいくつかあるんですけど、その中の一つにスピーキングってあるんですよね。いや、一人ですみたいなね、はい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 、そうっていうことがあるんですけど、そんな方におすすめなのがこちらでございます。大文社から出てる予想問題集シリーズなんですけれども、はいはい、これね、皆さん舐めてかかれない、スピーキングの勉強って一人でできるもん。バージョンによって収録されてる問題の数って違うと思うんですけれども、CD がついてて、あたかも仮想でそこに面接官がいるかのごとく質問が流れてきて、で、自分はそれに対して答えるみたいなことができたり、模範解答ももちろん載ってるし、いざ英検の会場に行ったらこういう風に入室から出るまでがなされるんだよっていう一連の流れとかが解説もされてて、だからまあ以前ね、森田先生と英検に関する動画も撮ったんですけど、まず森田先生のワークブックでしっかりと型を身につける。型を身につけたらば、一次試験まず受かればいいから、一次試験の勉強だけ集中してやるっていうのもありなんですけれども、まあ一次受かったことが分かったら、二次までちょっと時間あるじゃないですか。その時間とかを活かして、これで数で押す。ね、さっきも言ったけど、コツから入って数で押す。っていう勉強の仕方をすると、スピーキングいけるんじゃないかなと思います。うん。得点になっていく加点ポイントなんかも明確に記されているので、さすが大文社のクオリティでね、作られています。ぜひやってみていただけたらと思います。垂直だったら内積ゼロみたいな言い方だったね、今ね。数学ね。あとは、まあ、二次試験対策の動画出てますから、そちら、あ、そうだね。こちらも、こちらで見ておいてください。以上になります。平さんのおすすめ英語参考書、関先生。意外バージョンでですね。はい。で、紹介していただきました。はい。ぜひとも参考にしてみてください。ありがとうございました。Thank you for watching. Thank you for my watching.